場にいただきまして。失礼いたしました。というわけで、ミジンコターボいたずら王子バートラム無料イベントにお集まりいただきまして、ありがとうございます。こちらは無料イベントになっておりますので、皆様肩の力を抜いて楽に一緒になって楽しんでいただけると幸いです。よろしくお願いします。ほんまに面白くしてくれる面白メンバーを紹介するわ。面白く入っといて、町の子供たち。イエーイ。先生、乗れません。みんなの知っての通り、私先生なんやけども、脚本の先生でもあるわけやな。いろんな意味で先生もあるんですよ。で、その脚本の先生の私が言うのもなんなんですけれども、物語っていうのは脚本が全てはないと思うんですよ。先生見過ぎちゃいました。素晴らしい役者たち、お前らのことやな。それ脚本ちゃいますか。舞台上での面白いだ。これ脚本。この面白いアイディア、何度も私は楽しませてもらったと。はい。ここに一冊の本がある。はい。はい、これタイトル読んで。タイトル読んで。ロボーの馬、ペジャンヌの大冒険。僕の馬や。そうだ、僕の馬や。僕の馬です。自分が演じてるやつの馬や。そうです。そうまず中身見てみ。お、先生何も書いてません。何も書いてんやろ。いたずら王子バートラムの本編では描かれへんかった馬のペジャンヌの話、まだ見てない人に説明をすると、本編にそういう馬が出てくるわけ。ペジャンヌの大冒険、冒頭はもう決まってます。馬のペジャンヌがいたずら王子バートラムのいたずらによってお城から逃げてしまうわけなんだけども、そこからほんまも面白い壮大な出来事があって、でお城に戻ってくるんですね。はい、で、はいはい、その本編では語られていない壮大な物語を、先生マイクつもじゃないお前らで作れ。怖い。弱点や。リレー方式でつなげていって、大体3週ぐらいリレーさせたるから、その間におもろおもろい話を作ってくるから。なんで重ねるんですか。絶対おもろいはずやな。一人一人もう一個一個がおもろい話がうちぐるじゅんぐる飛び出すから、ほんま聞かれてたらいいと思う。そんなことよ。ほんまちんたらもうほんまもほんまちんたらしてんなお前ら。先生の喋り待ちでした。待ってたんだよ。お前らの来てるそのこれはこれはせーの、これご続きのボタン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 ボこちら、言うてない言うてない、2500円で販売しております。数量限定ですので、よろしければお帰りの際に見ていていただけるととても助かります。よろしくお願いします。先生、あ、一人だけチャウの着てるやついます。どこ、何の服着てる。ユニクロです。空気を読め、もしくは何かゆかりのあるものを着てこい。もう自分からや、自分からこの順番で始めたら、この順番で始めたら、違う T シャツ着たから、はい、始めてこんなの始まるんですか。ぬるんと始めて、ぬるんと早く、おもろいかな、おもろいんやろな。すごいおもろい。そんな誰も言うてへん。大丈夫や。
待って。はい。行きます。ロボの馬、ペジャンヌの大冒険。いたずら王子バートラムに、あるいたずらをされてびっくりして、城から逃げ出していってしまったこのペジャンヌは、なんと城の外へ出て走って約時速250キロで走り出した。すると一匹のオス馬に出会った。はい、はい、ペジャンヌはメスって設定やな。そうだ、異性に追うたわけ、はい、なるほどな。では次、水温の白話お願いします。お前あの時の何キャラや前世に会ったことがある。そう思いペジャンヌは実家に帰りました。ファンタジーよなと思ってんねん。次絶対おもろいやんなって言って。ちなみにペジャンヌは 100万分の1の確率で生まれてくる伝説の馬です。伝説の蹄を持った馬です。それはさておき。ペジャンヌは、出会ったオス馬のことを、相談するために森本の家に押しかけ、ちょっと相談をしてみました。はい、なんで日本やねん。ファンタジーやろ。ファンタジー、ファンタジー。森本って誰。加藤、おい頑張れよ。面白いんやろな、おい。どうやって来たの？だってね、そんなあったの。まあ、ぶっちゃけやっぱりその馬、オス馬とはあんまり相性が良くないよ。喋ってんの？と森本は言います。そしてペジャンヌはもう嫌だわと言って駆け出しました。もう別れたんかい。何やそれ。お前話口調やな。まあええわ。次山田、これ今のやるおもろいやんな。頑張って。そもそも私がダメなのはしましまじゃなかったからなのかい。と自分のコンプレックスを打ち上げました。すると遠くからものすごい音が聞こえてきました。その音は、おお、ええ振りやな。すごいええ振りや。一巡目の最後やお前。大塚、すごい大塚違う。大事やぞ、頑張れよ。その音はご存知、森本のお父さんの足音でございます。そこに出てきたお父さんはペジャンヌを見るなり、おい、お前噂の蹄を持った馬だな。噂になってるぞ。その蹄私がもらった。とお父さんはペジャンヌの足を取り、爪切りでその爪を切ってしまいました。はい、お前爪切りで切れるんか。まあまあええわ。もう1巡目終わったら次2巡目や。1巡目はね、ものすごい面白い壮大な話展開されるな。そんなこと言うの。頑張れよ。なんで、まあ、まあまあまあ、頑張って。はい。曲乗り換わった。その伝説の蹄を切られたとて、ペジャンヌは相変わらず時速250キロで走ることができる。250キロで走り去ったがために、なんとペジャンヌは息絶えてしまったのです。殺してどうすんねん。はいはい。おい死んでもうたぞ。ペジャンヌどうすんねん。頑張れ。天国だ。天国。ああ天国だ、天国だ。なんで入るや。見渡す限り真っ白の天国に。何なんだ。いた。話進んで。もう頑張れ。はい、老
ペジャンヌは、ちなみにペジャンヌは、生前のペジャンヌには友達がすごくたくさんいました。それはさておき。天国に行ったペジャンヌと、一緒に天国に行ってしまった森本は、ドラゴンボールという伝説の玉があるそうで、それを使って生き返ることができるようになりました。ゆうざき大地って書いてあるやろ。ドラゴンボール、ドラゴンボール。ただ、一人しか一頭しか生き返ることができません。さあどうしましょう。はい、まあ A 振りやな。 A 振りもろくな。頑張るぞ。おもろいやろな。おもろいやろな。てかぶっちゃけ僕は本当に生き返るとかいいから。ペジャンヌさ、生き返ったらいいんじゃない。森本は言いました。ありがとう森本。ペジャンヌは生き返り、泉のほとりに気づいたらいました。なるほど、戻ってきたね、戻ってきたね。よし、じゃあこの後面白い展開が待ってるんやろな。はい、山田。そろそろペジャンヌは城に帰ろうと思いました。そこで出会った人物がペジャンヌにこう話しかけました。その人物は悠長な英語で話しかけました。頑張ってください。英語でな、面白い話だな。Would you tell me the way to the subway? そう、その人は地下鉄の駅を聞いていたのです。ベジュンヌはもちろん地下鉄の駅は知らないですが、もしその地下鉄に乗れば城まで帰れるのかもしれない。そう思い、そのおじさんと、そしてなぜか森本のお父さんと3人で地下鉄に乗りました。てか地下鉄って何やねん。全然もう世界観ぐちゃぐちゃやな。もうええわ、これ3巡目やからな。これちゃんと締めろよ。全然面白い話よ。壮大な面白い話やで。いけ。ペジャンヌの時速は250キロ。森本のお父さんの時速は100キロ。それから英語を喋れる方の時速が100キロ、電車の時速が100キロ、合わせて550キロの速度でお城へ向かいました。それはもうまるでブレーメンの音楽隊のような電車。森本のお父さん、駅員さん、ペジャンヌもすごい影ができて、ペジャンヌ以外の人物は谷底へ転落。たった一人だけ車両とかをジャンプして、ペジャンヌはに飛び越えることが、着地することができました。ペジャン。はい、あ、なるほどな。これペジャンヌ一人だけになったわけや。面白い話お願いします。なんでこっち見てんの。そのジャンプの着地の衝撃で、あっちやで、お客さん衝撃でジャンプのあることを思いつきました。思い起こしました。飼い主が私にこんな名言を言っていたなと。はい、なるほど、名言やな。A 振りや、これは A 振りやな。もうちなみにないなんかね。A 名言を
ただきました。すごくいい迷惑です、ね、それはすごく、はい、ちなみにペジャンヌは人参よりもみかんが好きです。はい。前もちなみにばっかりかも。それで終わりかも。ちなみにやめてや、名言。とてもいい名言をいただいたベジャンヌは、城に帰るために走り出しました。名言どこ行ってんの。ではもう、すると後ろから時速350キロのスピードで何者かが追いかけてきます。はい、350キロで追いかけてきたやつかおって、面白いやつが来たんやろな。まだそれはまた頑張れえかと。てかぶっちゃけ俺も生き返ったんだ。森本が追っかけてきた。なあなあペジャンヌ、俺を背中に乗せないよ。え、はい。なるほど、森本やったわけやろ。ちょっと待って、お前らあと2人やけど全然話進んねえから、ここでここにいる音響。おもろおもろい展開を期待しています。後悔するぞ。何でそんなもの。最後の森本が来た。背中に乗った。森本をお背中に乗せたデジャンヌは時速250キロと350キロやから600キロの速さで城に向かって走ってる最中に背中に違和感を覚えて、気づくと森本は白い2枚の羽になってて、これがペガサスの語源になる。デジャンヌがペガサス。けどもこのまま城に帰ると多分飼い主がびっくりするし、またいじめられるかもしれんから、あの王子に背中の羽をこう引きちぎって普通の馬に戻って、ただその引きちぎった傷口から出血したようで、その場で息絶えてしまいました。あと2人やで、ね、頑張って。しかしすぐにペジャンヌは生き返り、飼い主じゃないのかと飼い主を見つけました。おーいやおーい。最後やで、え、今誰が言ったんや。最後やで、飼い主。じゃあ最後、感じに締めてもらおうか。面白い感じでな。おーい。おーいと言ったのは飼い主の方でした。おーいペジャンヌ、俺が悪かった。お前は人参よりもみかんが好きなんだな。さあ戻っておいでペジャンヌ。ペジャンヌは一目散に飼い主の方に走り、そして後ろを振り返るとまた森本がいたのだ。森本はこう尋ねます。おい、お前の国は一体どんな国なんだい。ペジャンヌはこう答えました。世界一いたずらの多いだけど世界一優しい人が住んでいる最高の国さ。二人は抱き合いました。ちゃんちゃん。ちいけ感動した。ほんま感動したの。お前らみたいなもんでもこんなんすごいすごい。褒美をさせようと思います。クッキータイこれ褒美、めっちゃ褒美や。これ褒美じゃん。ありがとうございます。自分で持って帰れ、これちゃんと一個ずつ持って帰れ。ありがとう。よかったな。でもまだこれで脚本がどれだけ大事かっていうことが分かったよ。まあ、本編見てるお客さんも見てないお客さんも、実は馬のペジャンヌにはこんな壮大な裏の物語があったっていうことを覚えておいてください。しこの物語
涙しているのはここにおるあなただけです。はい、ありがとうございました。では、お土産のクッキーが皆さんにございます。役者がお配りしますので一つ一つもらって帰ってください。それでは、無料イベントはこちらで終了になります。ありがとうございます。